これは日本一優しい鬼退治のラジオである。鬼滅ラジオ。こんにちは、カマラ炭治郎役の花屋夏樹です。こんにちは。松間善一役下野博です。今週も始まりました鬼滅ラジオ。この番組はテレビアニメ鬼滅の刃の魅力をリスナーの皆さんと共に熱く語り合う血風剣劇冒険ラジオです。そうです。下野さん、はい、今日は何の日ですか？今日ですか？そう、メリークリスマス。おい、聞いといて先走っていくなよ。12月25日、俺も連れて行けよ。ちゃんとクリスマスですよ。クリスマスですね。もうね、今日は日本放送で撮ってるんですけど、はい、もう外のね、すごかったね、イルミネーション。いや、すごいわ。めちゃめちゃ綺麗でしたよね。いや、綺麗だった。写真撮りたかったな、ね、ちょっと帰り撮ってください、ぜひ。撮る撮る、ね、そしてクリスマスなのかわからないですけど、うん、今日はなんか特別広いスタジオでね、ポツンと机だけがもうスタジオの端っこに置いてあって、多分時間帯の関係じゃないかい、ちょっと僕この広さ表現するためにあっちの端まで行ってきます。分かった、いいけどさ。うん、あのね、うん、うん、分かってるよ、分かってる。おー、うん、おーい、うん、俺はずっと近いままなんだよ。俺は、これは何でしょう。え、うわー、はい、どうぞ。はい、今のは何でしょうか。今の何よ。戻ってきました。待って、ごめん、急にクイズを始めて。正解は、正解は残響参加の MV のあの女の子。わかんねえよ。ずっと走ってる、ね、でもさ、わーだろっていう女の子、ね、わーって言ってたね。わーとは言ってない、わーとは言ってないよね。エメさんの歌ずっとかかってる、ね、わーとは言ってないですけど、わーとは言ってないよね。多分あの子わーって言ってますよ。わーって言いながら撮ってますよ、絶対。いや、あのさ、はい、急にやられて、急にクイズ振られて、急になんかこう正解言われてさ、俺ずっと置いてけぼりなんだけど、この広さにちょっとテンション上がっちゃってね。いや、もうびっくりだよ。乗っていきましょうよ、このクリスマスムードに。マジで、下野さんも。そうなの。はい、クリスマスムード、そんな作品でしたっけ。いや、しかも今年は土曜日、うん、クリスマス。あ、そうだね。めちゃめちゃいいじゃないですか。ね、そういう意味ではこう、うん、やっぱ家で過ごしたりとか、うんうんうん、もやっぱあの素敵な家族でねとか、あの友達でとか、ね、みんなで揃ったりとかしてやってるのかしら。はい、今ならできるんじゃないの。今ならね、そういうね、家族とかだったら限定的に。みんなはサンタさんに何をお願いするのかな。おもちゃね、デラックス日輪刀かな。サンタさんってさ、うん、あれイブに来るんだよね。イブに来ますよ。そうだよね、はい、ってことは25日だから。あ、もう届いてる。届いてるはず。じゃあもう鬼滅ラジオそっちのけで、もしかしてゲームとかおもちゃで遊んでる可能性もある。わかんないよ、血風炭をやってるかもしれない。あー、最高ですね。もうすでにプレイしてくれてる、あ、子供たち、大きなお友達がいるかもしれない。このラジオもじゃあそのクリスマスプレゼント的なそんな気持ちで聞いてほしいよね。あ、そうだね。ね、このラジオからプレゼントがあるわけではないよ、ね、ではないんですけど、ね、我々がプレゼントの代わりになってあげられるような、うんうん、そんなラジオで今年最後の放送。そうだね、行きましょうよ。行きましょう。それではもう行っちゃうの。え、実況ツイートの話全くしてないけどいいの。実況ツイートお願いします。ちょっと先走りすぎなんで落ち着いて。実況ツイートの宣伝もお願いします。実況ツイートしますよ。はい、あの実況ツイートをやってます。大歓迎です。広くて、番組を聞いてくれている大使たちとつながっていきたいので、ぜひハッシュタグ鬼滅ラジオをつけてツイートしてください。それでは鬼滅ファンと一緒に盛り上がる30分、最後まで熱くお付き合いください。鬼滅ラジオ。改めまして、鎌田炭治郎役、花江夏樹です。急にちっちゃくなったよ。吾妻善逸役、下野博です。よろしくお願いします、はい、さあ、じゃあもう早速、はい、作品を振り返っていきましょうよ。下野さん、いきますかね。もうあんな、そうしましょう、あんなラジオじゃないです。鬼滅ラジオはもっと作品の核心をつくような、そんなトークをみんな求めてるんだ。花江くん、スタジオの端から端まで走り続ける30歳なんて求めてないんですよ。花江くん、何ですか。ちょっと待って。下野さん。俺が全然追いつけてないから。え？追いつけてない？全然追いつけてない、なんか。いやいやいや、まだ若いんで、下野さんも。待って、今30代が走るうんぬんかんぬんの下りを言ってたじゃん。俺さらに10年年取ってんだよ。いや、もうそれを感じさせない。いやいや。まだ10代に間違えられますよね。そんなことね、間違えられねえよ。笑いすぎだし、拍手しすぎだから、まさと。
すいません、すいません、ちょっとね、あらすじからね、いきます。第3話、はい、遊郭編第3話あらすじ、はい、渦井の嫁たちの情報を得るため、はい、それぞれ遊郭の店に潜入した炭治郎たち、うん、潜入先で牧雄の話を聞き、いぶかしんだ伊之助は意を決して部屋に踏み込む。一方、少女の泣き声を聞いた善逸は声の元へ駆けつける。傷ついた少女と荒れた部屋に驚く善逸だったが、その後ろには迫る影が。はい、というね、はい、いよいよちょっと怖くなってきましたよね。そうですね。いや、ていうかまず、はい、あの冒頭の牧雄さんが、はいはい、あの帯にシュル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 ってやられてるとこ、はい、あそこの動き、うん、すごかったね。すごいですよね。あの滑らかに巻かれてましたよね。そうだね、うん、滑らかにこうベシッとこう縛られて、そうね、うん、いやだしね、その後のあの、なんかさ、今回こう伊之助がさ、うん、あれすごい成長を遂げてる感あるよね。ありますね。めっちゃ気を使ってさ、うんうん、その調査っていうかさ、2話でもそうですけど、うん、やっぱりこう宇髄さんから言われたことを守りつつ、うん、そうそう、声を出さずにこうお辞儀をね、そうしたりとか、するっていうとか、うん、いろいろしてるけどね、なんかなんだろうね、すごい真面目に任務に没頭しているというかなんかでもやっぱあの被り物してないとちょっと僕の中の伊之助のこう、うん、なんか像がわかる、なんかだんだんとあっちの素顔に慣れていって、うん、そうなんだよ、あれあれなんかちょっと可愛いなみたいな。そうなんだよね。いや改めてやっぱさ見たけど、ちゃんと綺麗な顔立ちをしているんだね。そうなんですよね、うん、前後もさ多少こう化粧取れてったりとかしてるけどさ、はい、うんうん、その前後と見比べてもやっぱ、うん、イノコの方が可愛いよね。まあやっぱね、美形っていう風にね描かれてるんでね。そうなんですけど、でもやっぱりね力強さはあるので、うん、あのお客さんがねあの人かわいそうだった。フラーッと来た時にねもうぶちのめされてましたから、全然何にも悪くない人なのね。あの人あのオープニングのね映像の中にもね実はちらっと登場してて、ところどころにあのやり手のね方とか、そのそれぞれのお店の人たちがオープニングにちょっと映り込んでたりとかね、結構芸が細かいんですよね。そうですね。はい、そしてですよ、京極屋にいた善逸は女の子の泣き声を聞いて一大事だと駆けつけるという、その部屋に現れたわらび姫から善逸は鬼の音がすると気づいてしまう、ね、いやもうそれまで全く音がしなかったのに、うん、ただただ泣いてる女の子だけに構っていたのに、うんうん、そこから急にですよ、急にね現れて、あこれ人間じゃない鬼だ、いやでもやっぱりねこの泣いてる女の子を助けるために手を離してくださいと、うん、いやもうだからあれだよね、かっこよかったですね。そうだね、そことその前の、うんうんうん、女の子が泣いているって言ってカッコつけてるところね、うん、あそこがポイントだね。あそこいいですね。あそこいいですね。ただこうなんですかね、あれ裏剣っていうんですかね。裏剣だね、いやだからさもうさ入ってましたよね。どう考えたってさ、ね、普通の女性ではないよ、少なくとも、うんうんうん、鬼だろうが鬼じゃなかろうがね、うん、いやもうここから沢城さんのもう声だけで圧倒的にこうなんか怖さというかね、もう映像なしでも怖いっていう。あと京極屋のさ旦那さんがさ、頼むからっていう風にお願いしたらさ、うん、コロッと変わるじゃない、うん、あそこの変わり方逆にだから怖いよ ね怖いっすよね。そんな急に猫なで声じゃないけれどさ急にやられても今までの所業見てるから怖えっつんだよっていう ね、いや怖かったな、はい、あとあの前回触れられなかったんですけどエンディングもね、はい、いや良かったですね。あの帯のさなんていうんですかね、あのすごい綺麗だよね。綺麗ですよねあれ、うん、そんな遊郭編第3話は、はい、本日12月25日23時30分から、うん、東京 MXBS11 群馬テレビ栃木テレビでも放送されます、はい、そして明日12月26日には全国フジテレビ系で遊郭編第4話が放送されます、はい、お楽しみに。ではここでメールをご紹介しましょう、はい、遊郭編第1話の感想ですね、うん、はいございます、こちらラジオネーム黒野健志さんからいただきました。ありがとうございま す遊郭編第1話見ました、うん、京次郎の体を大切にしてほしいという言葉に酒を置いて涙を流す父、新次郎の姿、刀をなくした
たことに、怒った鋼塚から逃げる炭治郎のコミカルなシーン、宇髄天元に後ろからふんふんと抗議するカナオが可愛かったです、うん、すごいいろんな感想を端的に教えてくれました。素晴らしい。4行でさすが黒の剣士さすがなのそれは、それはやる男だと思ってましたよ。やる男なの。いや、カナオのあのね絵だけでね、うんうん、ふんふんやってるの可愛かったですね。俺あのだから宇髄さんのあの、うん、こう引っ張ってるところのさ、うんうんうん、あのくの字になってるところね、うん、くの字のねカナオね、あれなかなかこうなんだろうね、ちょっとラブコメとかでしか見ないようなポーズじゃない、あんなの。そうなんですよ。いや私好きですよ、ね、いいですね。あとねあのシーンのね、あの葵さんの、うん、気持ち、うん、あのシーンの葵さんの気持ちがですね、うん、まあ、これ前も言ったかもしれないんですけどね、小説にね、はい、書いてあって、はい、その時葵さんが何を思っていたかとか、どういう気持ちで、うんうんうん、そのカナオがね助けてくれたとかね、うん、あの小説にね、あのなんだっけ、蝶屋敷の、そう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 、あるね、ありますよね、あるある、あそこに書いてあって、それもちょっと読んでみるとまたね、考え方が変わるかもしれないですね。はい、はい、さあ続いてのメールです、はい、マミポンさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。花屋さん、下野さん、こんにちは。こんにちは。遊郭編1話見ました、うん、もういろいろと語りたいことたくさんありますが、はい、特に好きなシーンは、はい、禰豆子と炭治郎が共に戦うシーンです。いいね。禰豆子も立派に鬼殺隊の一員で戦っていて、二人の絆をより感じました、うん、また宇髄さんが遊郭に向かうメンバーを集めているシーンで、はい、俺たちが行くと炭治郎が言った後の前逸がめちゃめちゃかっこよかったです、うん、寝てないのにこんなにかっこいい前逸初めて見たかもというぐらいかっこよかったですですって。そうね、そうだね、まあ、そうかもしれないな。その後すぐねちょっとビビってましたけど。そうだね、うん、まあでもビビってるけど、あの逃げるということはしてませんからね、うんうんうん、ね、修行っていうかね、もうして任務にもちゃんと行けるようになって。そうだね、泣き言みたいなことは未だに言っているけれども、うんうん、けれども、はい、いやーよかったですね。ねあそこやっぱ何回見てもね、あの演出のねいや面白いですよね。すごいですよ、やっぱ改めて、うん、なんだろう、他の話数もそうだけどさ、一、はい、回じゃちょっとなんか分からん部分とかもいっぱいあるね、うんうんうん、やっぱついつい何回も見ちゃうね、うん、はい、じゃあ続いてまいりますか。はい、はい、続きましてこちら、ラジオネームほぼちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。この間スーパーに鬼滅の刃の鏡餅が売っていました、うん、さらに年末のお掃除グッズ探していたら、うん、お掃除用品も鬼滅の刃バージョンが、うん、親戚にお年玉と、お年玉袋探してみたら、そこでも鬼滅の刃、前回カレンダーと年賀状、少し前に煉獄さんのカップそばを買ってるので、もう鬼滅の刃グッズだけで年越せます。わあ、もうそうだよね、もう本当毎日見てないことないかも、鬼滅の刃。あー、そうですよね、コンビニにあるし、コンビニとかもそうだし、なんかもうそれコンビニとかスーパーもそうだけど、うん、駅とかさ、お土産とかさ、はいはいはい、そういうのもあるじゃない。サービスエリアにもあるしね、うん、ガチャガチャなんてもう至る所に、最近ほんとそのガチャガチャっていうかさ、はい、カプセル、ね、カプセルトイ、うん、そう、あれがすごい増えてるから、うん、そこでも見かけるしね。全部集めたいな。うん、だとしたら多分ね、全国行脚しないと無理だと思うご当地とかもね、そうありますもんね。どうだろう、そういうロケをなんかラジオで行ってみるっていうのも手じゃないかな。確かにな。今日はこのグッズをここの県で見つけましたみたいなさどうだろうか。うなずいてますね。うなずいてますか。やりましょう。全然あれですよ、旅費は出しますから。旅費は出すから、うん、スケジュール押さえてくれ、うん、それもう自分で旅行行った方が早いでしょ。スケジュール押さえてくれということで、まだまだあなたからのメールをお待ちしております。鬼滅ラジオコーナーに行ってみましょう。鬼滅川柳読本。鬼滅の刃にまつわる用語、略して季語をテーマにした川柳を考えて送ってもらうコーナーです。今日ご紹介する季語はこちら、炎と音。一体どんな鬼滅川柳が届いているのか、早速読んでいきましょう。どうしたんですか、急にそんな。なんかこの鬼滅の声で、もしかしてさっき10代と間違われるって言われたことを引きずってるんですか。気にしてねえよ気にしてねえよ。なんかこの
なんなのに川柳読本って言うとなんか急になんかちょっと巨匠みたいな、ね、なんか巨匠みたいな、なんかそういうさ、なんか先生が出てきちゃう、ね、なんか先生出てきちゃうんだよね。ちょ早く紹介してください。はい、わかりました。わかりましたよ。じゃあ行きますかね、はい。じゃあまずは、こちらですね、チーボーさんからの句です。初キャンプ、炎強すぎ焼きカレー。あるよね。ありますね。火加減がわからないよね。でもコンロとはわけが違うからね。でもそれがまた良きなんだよね。なんか焦げちゃったよとか言ってね、美味しいんですよねそれがね。いや、飯盒で炊いたあのちょっと焦げ目のご飯、お焦げのついたご飯とカレーってなんだろうね、なんであんなにうまいんだろうか。うまい。もうキャンプ飯ってやっぱそれが醍醐味ですからね。いやでもキャンプ楽しんでくださいね。ね、はい。続きまして、はい、みまっちさんからいただきました。トーストにバター塗る音めっちゃ好き。あのカリ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 ってやつ、あれね、徐々にバターが溶けていって、はいはいはい、なんですか、バターナイフとパンが合わさって重なってカリ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 。そんなに事細かに説明するの、その描写いいですね。浮かんできました今。いいですね。はい。いいですね。癒されますよね、なんか朝のね。わかる、わかる。キャンプで食べたいな。いや、いいね、キャンプでね。キャンプでね。キャンプでね。いいですね。バターのコーヒー沸かしますか。行きましょう。続きまして、あ、こちら、ラジオネームみーやんさんからいただいた句です。はい。キメラジを爆音で聞き叱られる。そうですね。いや、いいことじゃないですか。え？ええ、いいですか？爆音で聞いて。いや、だから怒られてるんですよ。いやでも。ちょっともううるさいよあんた。我々のラジオって。やめてって。我々のラジオって爆音で聞くのが一番いいんですよ。そうなの？はい。誰が言ってたのそれ？僕です。うん、だよね。僕が言ってます。爆音で聞くことによって、うん、やっぱりあの。全ての音を聞き逃さない。いやでもさ、怒られるほどでかいってどれだけよっていうね。じゃあその怒ってきた人に鬼滅ラジオを聞かせましょう。大丈夫かい花井君、ちょっと疲れてるのかな。なんでですか。いや、どういうことだよ。いろんな人に聞いてほしいじゃないですか。それはあるけれども、でも無理強いは良くないと思うし、あと多分お母さんかなんかに怒られてんじゃないかいこれ。あー、下野さん、なんだよ。僕が悪かった。素直だ、うん。いや、俺はそれよりも何よりもキメラジって呼ばれてるんだなと思って。キメラジね。キメラジって呼ばれてんだな。キメラジ、ええ、前から割と呼ばれてますけどね。キメラジって言ってました。うん、まあでも公式じゃないんで。はいはい、はい、下野さん公式は何ですか。え、略し方。略し方、はい。え、嘘、そこ俺に言いたい。今は決めてください。え、じゃあキメラジで。公式になりました。まあね、好きなように。そうですね、呼んでください。ええ、はい、俺ね、なんかフルネームで呼んじゃうよね。鬼滅ラジオね、うん、言いやすいですよね、うん。じゃあ次いきます。はい、アサミンさんからいただきました。ありがとうございます。重要な仕事を任され心もゆ。おー、いや、なんかちょっとかっこいいじゃないですか。かっこいいですよね。あら、素敵。心思いゆ。いや、大切ですよやっぱりね。やっぱりね、なんか嬉しいですよね、うん。今まで、まあ昔はこうやりたかったな、でもできなかったなっていう仕事とかが、うん、はいはい、こう今こう来て、うん、なんか昔できなかった、僕らで言うと役柄とか、うん、はいはい、そういうのがこう年を重ねてね、経験を積んで任されるようになったりとか。そうね、うん。いや、でもやっぱそれは燃えるよね、我々も ね、 ね、なんか、うん、お、こういう役が やらせてもらえるようになったんだって思ったりとかね。期待に応えようっていう ね、そういう気になりますよね。逆に空回る時もあるけどね、うん。まあでもそれもまた経験。いや、そうね、でも頑張りましょう、みんな頑張っていきましょう。お願いします、はい、頑張ってください。はい、じゃあ続きましてね、あ、じゃあこれにしようかな。
はい、ラジオネームふうまるさんからいただいた句です。足音で彼だと気づき猫かぶる付き合いたてかなんかなんですかね。まだ同棲はしてない感じだな、これだと。そうね、うん、もう同棲し始めるとね、もうね隠せないからね。でも隠す人もいるんでしょうよ、世の中には。それこそなんだ、あの彼氏に素顔を見せたくないっつって、あ、彼氏よりも先に起きてなんかこうメイクして、なるほど、準備万端で彼氏を聞きますよ、ね、起こすとかっていう話もあるよね。ありますね。それってでも疲れちゃわないのかね。いやでもそれだけやっぱ好きな気持ちが強いんじゃないですか。そうなの。でもなんかいいな。いいですか。いいな。いいですか。なんかそういう猫かぶる時期、なるほどね、楽しんでください。はい、はい、ありがとうございます。はい、さあということでございまして、今日の川柳はここまででございます。素敵な川柳をありがとうございました。ここで続いて募集する季語を発表します。うん、1月期の季語は宇髄さんにちなんで祭りと忍び。あなたが考えた川柳お待ちしております。うん、以上、鬼滅川柳読本のご紹介でした。本編途中のカサカサ話。番組の途中ですが、この時間は鬼滅の一文字にちなんだことわざや慣用句をご紹介します。はい、今回ご紹介するのは炭治郎の呼吸、水にちなんだこちら。縦板に水。どういうことどういうこと。こちらですね、はい、よどみなく流れるように喋ること。一句読んじゃいましたね。よどみなく流れるように喋ることというよどみなく、よどみなく出てきたね。よどみなく出てきましたね。確かにこういうことなんですね。今一句か、はい、どうですか下野さん、なんかそのこの話題だったらずっと喋れるみたいなね。この話題だったらか、なんだろうね。まあでも昔のゲームの話とかだったら結構、あ、レトロゲームみたいな、レトロゲーム、うん、あのただまあ自分が好きなものに関してだけだよね。あ、確かにね、とかね。うん、まああとなんだろうね、あのよどみなくっていう瞬間はあるよね。だいたいイベントでさ、はい、無茶ぶり急に来るじゃん。あ、そうなった時にさ、無茶ぶりに次ぐ無茶ぶりで畳みかけられると、うん、それに対して頑張ろうっていう気持ちが働くんだろうね。なんかアドレナリンがね、そう、普段喋ってるよりも、あれ俺滑舌いいなっていうその抵抗をしている時にすごい、あれ俺滑舌いいなって思う時がある。つまりは、うん、じゃあ下野さん現場に来て、うん、いきなり台本を渡された方が喋れるんじゃないですか。多分それはね、またちょっと違うんだと思う。ちょっと違うんだと思う。そっか、多分ね、難しいですね。そうだね、確かに。でもあの焦ってなんか追い詰められてる下野さんって輝いてますもんね。そう、あのね、うん、最初なんだろうな、はい、新しく入ってきた子たちもさ、はい、みんな最初はわあ下野さんって思うんだろうけど、うん、そこから多分その下野さんの輝きに気づくんだろうね。どんどんみんないじり始める。こうした方が下野さんはいいんだっていう。そうだね。いや本当にね、僕はそんなことしないです。でも下野博を真正面から見つめてほしい。花井くんのいじり方はね、はい、他の人とまたちょっと違うのね。あの難しい、真正面すぎてね、俺どうしたらいいのか困る時はあるよ。俺の動きをね、はい、いや、あの花井くんってさ、はい、俺をいじる時に、はい、なんていうのかな、気持ち的にね、はい、気持ち的に、気持ち的に俺の両肩をガッと掴んでまっすぐ見たまんま俺のことをいじるでしょ。うん、あイメージちょっとね、うん、そうですね。そう、あの他の人たちは俺を野放しにするから俺自由に動けるんだけど、はい、花井くんね動かしてくれないんだよね。もう俺だけを見てみたいな感覚があるから。じゃあ僕でも下野さんこともう見ないんで、はい、でも変えなくていい、変えなくていい、変えなくていい、いいんですか。花江くんはそれでいい、はい、君は君のままで、僕はそれでいい。君は君のままで、僕は僕のままで。もうこの話どこに行くの。よどみない、よどみない感じで今トークがね流れていきましたけどね。ある意味よどみはなかったよ。そうですね、そうだね、こんな感じでいいですか。大丈夫だと思います、はい、これでまた一つ水に詳しくなりましたね。次回はどんなことわざが飛び出すのか、コンペン途中のコソコソ話にご期待ください。鬼滅ラジオ。春日井殺しのことづけ。
や。ここでお知らせです。テレビアニメ鬼滅の刃無限列車編ブルーレイ&DVD 第1巻のキャラクターデザイン松島明書き下ろし収納ボックスおよびデジジャケットイラストが公式ホームページで公開中です。第1巻は2022年1月26日に発売いたしますので、ぜひお手に取ってご覧ください。そして遊郭編のブルーレイ&DVD 第1巻が2022年2月23日に発売いたします。第1巻には第1話音柱渦井天元を収録し、完全生産限定版特典として UFO テーブル書き下ろしデジジャケット、劇版音楽集フィルムスクワリング版を収録した特典 CD など豪華仕様になっております。詳しくは鬼滅の刃ホームページをご覧ください。続いて鬼滅学園情報です。最強ジャンプで連載中の鬼滅の刃の公式スピンオフ鬼滅学園待望の第1巻が1月4日火曜に発売。人気キャラ大集合&書き下ろしも満載です。続いてイラスト記録集情報です。 UFO テーブルが描いたイラストを収録したアニメ鬼滅の刃イラスト記録集1が2月4日に発売されます。かまど炭治郎立志編に関わる300点以上の珠玉のイラストを網羅した一冊です。以上春日井ガラスのことづきでした。いやー鬼滅ラジオお送りしてきました鬼滅ラジオ、エンディングのお時間となってしまいましたが、いかがだったでしょうか。ごめん、春日井ガラスのことづけのやーは何？触れないでください。なんで？間違えました。間違えたの？何も考えてなかったんで何かでも言わなきゃなと思っていやーって言ってしまいました。あのクリスマスっぽくなんかフォフォフォとかまた言えばよかった。あの、はい、いいんですよ別に無理なさらなくても。言わなくていいんですかあれって。無理なくて無理なさらないでください。でもラジオってなんかいろいろアドリブを入れていかないと確かに怒られるって新人の頃なんか教わったんです。確かにあの最近は春日井ガラスのことづけって言った後に、はい、花井くんなんか言ってくれるかなの間を自分でも作るようになってます。でも今日はやーでちょっとがっかりしたなっていやがっかりではなく何それって思いました。ですよね、うん、ただあそこで突っ込むべきか悩んで、はい、エンディングに回しました。うわもう今年やり残したこれ。なんでだよ。あもう最後に失敗した。なんでだよ失敗したのかよ。うわ新年一発目怖いな。なんでいこうかな新年一発目。今から考えるの。何も思いつかない。できるできる大丈夫だって。わかりました、うん、考えときます。そうか、はい、なんだろう。いや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 じゃなかったな。いやいやじゃなかったんだ。なんか もっとなんか一言以外でもいいのかもしれないですね。そんなに悩まれると思わなかった今、うん、びっくりしたわ。下野さんだったらなんて言ってましたか。え今日、はい、今日うん そうだね。うんまあでも俺も多分、はい、やーって言ってたと思うね。嘘、うん、全然ダメじゃないですか俺も思いつかなかった。うわそっか多分無理だったと思うよ。わかりました。じゃあ、うん、来年こそはそうだね、はい、うん、告知コーナーをそうだね頑張っていきたいな。頑張っていこう。あそこがもうこのキメラジオのキメラジでしたっけ略し方。そうだねキメラジの、あのもう唯一僕が課せられてるアドリブなんで、はい、いや他もアドリブでいっぱい喋ってんだよ。いや全部他台本通りの。いや台本に書かれてねえよ。冒頭のあのスタジオの端まで行くって書いてあったんだ。いや大体聞いてくれてるみんな分かってるよ。大使のみんなは分かってるよ大体、うん、君があの台本通りでないっていうことぐらい。いやもう台本通りにしかできない男ですから僕は。そんなことねえよ。頭の固い男だ。急にどうしたどうした。頭突きしてやりますよ。知ってるこれ最後だぜ今年最後のラジオだよ。うわ今年最後だね。そうだよ。余計なこといっぱい言っちゃったないいんだね。早く終わらせて。まあでもそうだね。来年、はい、来年ね新年から、はい、ね虎年だから。虎年だから、はい、やるからね、はい、うん虎年関係あるのなんだろうよくわかんないけど。行きましょう。はい行きましょう、はい、ということで、番組ではあなたからのメールをお待ちしております。各コーナー宛てのメールはもちろんアニメの感想僕たちへの質問鬼滅の刃へのあふれる熱い思い普通とも大歓迎。テレビアニメ鬼滅の刃の公式ホームページにあるメールフォームから送ってください。それではまた2022年元日にお会いしましょう。お相手はかまど炭治郎役花江夏樹と吾妻善逸役下野紘でした。バイバーイ。良いお年を。日本放送でのオンエアを聞き逃した方、ラジコのタイムフリー聴取期限が切れた方、そして何回も聞きたいという方、この番組はアニプレックス公式 YouTube とインターネットラジオステーション音声にて無料配信しています。毎週土曜日午後3時、日本放送ではいち早くラジオをお届け。ウェブの方ではディレクターズカット版として配信するので、どっちも絶対に聞いてね。